こんばんは。来るかな。あ、来た。こんばんは。こんばんは。待って。はい。じゃあ今から自己紹介をしたいと思います。はい。今からありが質問をするので、質問が来たら、はいって言ってくださったら嬉しいです。はいと一緒に夢に向かって歩んでくれますか？ここではいとお願いします。ありがとうございます。チーム B ドラフト研究生の山部愛理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。はい、今日は握手会でした。4部制の握手会ありがとうございました。はい、4部制の握手会ありがとうございました。来てくださった皆さん、ありがとうございます。そう、今日はみやびちゃんとお揃いのお洋服だったんです。そう、双子コーデをしました。そう、1、2部は髪型も一緒だったんです。そう、お揃いでした。みやびちゃんと仲良しです。そうですね、そう、仲良しですよ。そう、さあ明日も握手会あるので、よかったら皆さん、さあ明日も1256部なので、年って今日と一緒かな、多分一緒だと思うので、ぜひよかったら来てください。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、明日のお洋服まだ決めてないんで、何か決めないとな、早く。そうですね、早く決めたいと思います。そう、そしてじゃんけん大会の方は、そうなんです、負けてしまったんですけど、そうなんです。そう、でも、そう、すごい、そう、ありがとうございますって、そう、入って、そう、私たちのチームに入ってありがとうございますって言ってくれて、そうだけど、そう、本当にね、そう、由美子ちゃんが、そのじゃんけん大会の当日がお誕生日なんですよ。なので、そう、ずっと、そう、連れて、そう、一緒に、そう、名古屋行きたいなって思ったから、そう、そうですね、なのですごい申し訳ないですね。そう、そう、でも、そうですね、でもこれで、まあ今回はダメだったんですけど、またこうやって、そうですね、ユニット組んでやるってなった時に、またこの5人でやれたらいいなってすごい思います。そう、そう、じゃんけんね、じゃんけん、まだ本戦行ったことないんですよ、本当に。そう、まだ行ったことないんです、研究生だったりとかで。そうなんです。そうです、 AKB 賞でも5人でなんかユニットとかできたらいいなって密かに思ってます。そう、密かに、そうですね、やりたいなって密かに思ってます。
ぜひ皆さん、ちょっとなんかリクエストできるんですよね、 AKB ショーのなんか曲なんからしいんですよ。なので皆さんよろしくお願いします。何の曲がいいかな。でもそうですね、5人になんか合いそうな曲がいいですね。ぜひ皆さん、ぜひいっぱいリクエストお願いします。何の曲がいい、決めよう決めよう決めよう。待って、5人ユニット決めよう。5人ユニットだよね、 AKB の曲。あ、涙の少女、あ、確かにあるね。そうだよね、限定。あー、これ違う、待って、14、あ、あった、5人。あ、7時12分の初恋もそうじゃん。スカートヒラリ、鏡の中のジャンヌダルク、なぎさのチェリー、ああもうそうだね、確かに。あ、違う、なぎさのチェリー違う、これ違った。あ、でもあんまりないんだね、確かに。5人の曲少ない。あ、雷鳴もそうだね、はい。だけどなんか5人で曲やりたいですね。涙の湘南みんなでやる。海辺を活用して、ここはそうする。5人ユニットがないのがね、そうだよね、少ない。あら、そうですね、ないけどね、そうですね。でもそうやりたいですね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そうですね、由美子ちゃんのね誕生日もやりたいですね、9月24日。そうですね、そう、ぜひやってみたいですね。そう、そう、でもそうですね、お強いさんにもぜひそうですね優勝していただきたいなって。そう、やっぱりそう、山辺と海辺の、そう、このね、私あゆたち5人の分も背負って、そう、優勝していただきたいなってやっぱり思いますね。そう思います、もう応援します、すごい悔しいけど、やっぱり負けちゃって、そう悔しいけど、でももう決まっちゃったことなので、やっぱりそこは応援します。
じゃんけんの日に独自にゲリラライブしよう。対抗ですか。そうですね、来年こそはこの5人でまたね、こういうチーム自分たちで決めるみたいなのだったら、また来年も組んで、うん、みんなが良かったらだけど、また組んで、このもう次こそは優勝できるようになりたいなって思います。これ何ね、後輩とこうやって何かをやれるってこと本当に嬉しかったですね。そう、本戦行きたかった。でも7人、でも5人でもね、5人3、そうだよね、アユがグー出してればよかったのに。でもグーかパーで本当に迷って、そうなんです。だけどそう、最初にみんなでどうしようかってね話してた時にパーかなみたいになって、そうパー出したりとかもしたんですよ。なのでそうだけど、本当に今回こうやって組めたことがね本当に嬉しかったので、はい、またこれを何かに生かしたら、次のにね生かせられたらいいなって、なんかね何かコンサートとかでもこの5人でユニットができたら嬉しいなって思いますね、やっぱり。すごい思いますね。そうですね、何かあるかな。なんかさ、前あったようなさ、なんかなんだろう、あれやってみたい、気まぐれオンステージをこの5人でさやりたい。なんかまたあったら、気まぐれオンステージがあったらの話だけど、え、この5人であれば山部と海部復活ですよ皆さんね。え、この5人でやりたいですね。ぜひこれからも山部と海部は非公式だけど、そう、公式ではないけど、まだそう非公式になってしまったんですけど、活動はね、何かしらみんなが STA のみんなも75が始まったらグループ作ったりしたいなって、あるいはそう、みんな多分きっと思ってるだろう、社員もすごい思っているので、そうですね、組んだりとかして、そうですね、行きたいと思います。また多分この5人でショールームとかもすると思うので、よかったら皆さん見てくださったら嬉しいです。はい、ではでは、皆さんあと2分になっちゃった。そうですね、じゃあランキング発表パパってやって終わりにしたいと思います。待って、7位の方の名前ないので、皆さん7位の方の名前コメントで書いてくださったら嬉しいです。書いて、7位の方の名前書いて。そう、名前ないんです。では行きます。13位、フェザースターさん、ありがとうございます。12位、カッチュンさん、ありがとうございます。11位、柴犬さん、ありがとうございます。10位、倉岡銀志郎さん、ありがとうございます。9位、丸見陽介さん、ありがとうございます。8位、コウさん、ありがとうございます。7位、サタボーアットイオリングさん、ありがとうございます。6位、マサさん、ありがとうございます。5位、ヨウちゃん、ありがとうございます。4位、カンナさん、ありがとうございます。3位、カズヤヨシさん、ありがとうございます。2位、カズサスガさん、ありがとうございます。1位、トークン、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん明日握手会待ってます。1部、2部、5部、6部です。ぜひ来てください。またね、バイバイ、おやすみ。